こんにちは。在商展開ようこそ、ウェイレンです。昨年来、中国共産党は個人年金制度の確立を加速しています。今年4月、中共国務院は個人年金の発展を推進する意見を交付し、個人年金制度を正式にスタートさせました。10月末以降、北京当局は一連の具体的な実施方法を集中的に導入しています。なぜ、中共は個人年金制度の確立を急ぐのでしょうか？具体的な措置はなぜ人々を当惑させるのでしょうか？個人年金制度の確立で本当に中国人の老後は保障されるのでしょうか？なぜ中国の老齢保障制度が今後さらに大きな課題に直面すると思うのでしょうか？本日はこれらの内容についてお話しします。最近の中共の一連の動きを見てみましょう。10月28日、中共人力資源、社会保障部及び財政部など5つの部門は共同で個人年金実施弁法を発表し、個人年金口座の開設、加入手続き、監督に関する細則を定めました。11月4日、中共の財政部と税務総局は、2022年1月1日から、個人年金の税額控除と繰延納税を実施することについての発表を行いました。11月18日、中共の銀行保険監督管理委員会は、個人年金業務を開始する最初の機構のリストを発表し、その夜、証券監督管理委員会は、合計129本の基金商品を含む個人年金基金リストを発表しました。これは第2弾となるもので、第1弾はすでに36本の基金商品を発表しています。この一連の綿密な動きは、中共政府が一刻も早く個人年金基金の早期設立を切望していることを示しています。では、なぜ中共にとって個人年金の設立が重要なのでしょうか？実はよく知られていますが、一番の原因は中共の年金が枯渇していることです。中国社会保障学会が2019年4月に発表した2019年から2050年中国年金生産報告によると、現在の都市労働者向け国民基礎年金保険基金の残高は2023年から減少に転じ、2035年には累積残高が枯渇すると予測されています。今後10年で年金不足額は8兆人民元、約160兆円から10兆人民元、約200兆円に達すると予想されます。報告はまた、財政補助を考慮しなければ、年金の当期残高は2019年時点ですでにマイナスになると指摘しました。これは中国の年金基金がすでに不足しており、80年代以降生まれの人々は年金を受け取ることができない世代になる可能性があることを意味しています。中国の現在の年金制度は付加方式で、労働者は毎月社会保障の養老保険部分を納付していますが、自分の将来の養老のために貯金しているのではなく、この時代の老人を養っています。現在、これらの若い世代の将来の年金のほとんどは次世代の若者が負担する必要があります。中国の年金制度は高齢化プラス少子化の直撃を受けています。まず、中国社会における高齢化のスピードと規模はかつてないほど大きくなっています。世界的に見ても、中国の高齢化率は世界第10位です。しかし、過去20年間の中国の高齢化のスピードを見ると、世界のどの国よりも早く、高齢化問題が最も深刻な国である日本よりも早いスピードで進んでいます。それだけでなく、2022年からの15年間で中国は過去最大規模の定年退職ピークを迎え、高齢化がさらに加速します。というのも、中共政権が成立してから、中国は1950年から1958年、1962年から1975年、1981年から1997年と、3回のベビーブームを経験し、その中で最も大きかったのは1962年から始まったブームです。復旦大学の人口学者、方貴哲氏によると、今回の定年退職ピークで、毎年2000万人以上が退職する一方、毎年新たに加わる潜在労働力の供給はおよそ1700万から1800万人になるといいます。つまり、中国の労働年齢人口は毎年、300万から500万人ずつ減少していくことになります。一方では高齢化が加速し、他方では若者が子供を産みたがらないため、中国の人口増加率は断崖絶壁のように落ちています。
中共国家統計局によると、中国の人口増加率は1963年の 33.33% をピークに、現在は 0.34% に低下しています。昨年の人口純増加数は48万人で、1962年以来最低となりました。中国社会科学院世界社会保障研究センターのテイ・ヘイブン主任も今年4月、中国は今年人口がマイナスになる可能性が高いと発言しています。つまり、将来中国の若者はますます少なくなるということです。国連の人口予測データによると、中国の高齢者人口の扶養比率は、2020年には労働者5人で高齢者1人を支えていたのが、2050年には労働者2人で高齢者1人を支えるようになります。年金保険に加入する若者が足りなければ、高齢者の年金財源も徐々に枯渇していきます。さらに、これまでの分析はパンデミック以前に行われたもので、パンデミックの後、状況はさらに悪化しました。例えば、中国の人口統計データを長期的にモニタリングしている学者のイーフケン氏は、中共のコロナ対策により、2021年と2022年には出生人口が約100万人減少し、これらの政策も2023年の出生数に悪影響を及ぼすと推定しています。防疫対策により、婚姻届提出の件数が大幅に減少しました。一部の若者は、中国経済の減速で不確実性が高まったため、重大な人生計画を棚上げにしたと語っています。中共政府の都市部住民に対する調査によると、9月の16歳から24歳までの若者の失業率はすでに 18% 近くに達しています。また、中国では長年にわたり、法治と言論の自由が後退し、メディアの監視機能も後退しているため、若者は将来の国の発展に戸惑いを感じています。特に、中共第20回党大会後、中国の経済と政治環境はさらに変化し、国家安全は中共政府が強調する最重要課題となっており、これらも中流階級の出産意欲に大きな影響を与えています。実際、多くの中国人は子供が欲しくないわけではなく、中国で子供を産みたくないだけなのです。彼らは子供たちの明るい未来のために、乱に拍車をかけています。中国の人口は極端な高齢化と超低出産率の同時出現に直面し、恐ろしい悪循環に陥ることが予想され、負の影響も壊滅的で、年金に直接的な衝撃を与えることになります。では、このような状況に直面した中共は、年金の急速な枯渇という問題をどのように解決するのでしょうか。一つ目は、出産を奨励し、3人目までの出産を許可しますが、今のところ効果が出にくいです。二つ目は定年延長です。中共は、第14次5カ年計画の中で、斬新的な定年延長の実施を明確に打ち出しており、現在、江蘇省、山東省の2省は、今年すでに試験的な取り組みを開始しており、これは年金の負担を軽減する効果があります。三つ目は、年金保険制度の第3の柱である、個人年金制度を推進することです。中国の現行の年金保険体系では、第1の柱は、主に、政府主導の都市部勤労者向け基礎年金と都市・農村向け住民基礎年金と補助財源としての国家社会保障基金から構成されています。第2の柱は企業主導型年金で企業年金と職業年金を含みます。第3の柱は個人が任意加入する貯蓄型年金と商業年金です。しかし、3つの柱すべてに問題があります。第1の柱はカバー率が高いのですが、保障が不足しています。第2の柱は、企業年金や職業年金への加入率が全国の勤労者の約 3.85% に過ぎないというカバー率の低さがあります。第3の柱は、実は個人が自分の財布から個人年金口座を開設して、将来の老後に備えることで、将来の老後を国に頼ることはしないという意味です。中共が交付したばかりの、個人年金実施弁法に基づき、個人年金は任意参加の個人口座制度です。一人当たり年間最大12000人民元、約24万円を月払い、分割払い、年払いのいずれかで支払います。自主投資には、貯蓄預金、金融商品、商業年金、
公募基金などの計画が含まれています。加入者が基礎年金を受給する年齢に達した場合、または労働能力を完全に喪失した場合、国外に定住した場合、及び国の規定に符合するその他の場合には、個人年金を毎月、分割、または一括で受け取ることができます。しかし、今問題なのは、中国人の銀行口座にある通常の預金すら突然消えてしまうことであり、元本保証である銀行金融商品も大幅に損をしてしまうということです。それでは今、庶民の個人年金口座にお金を入れさせ、将来このお金を失うことなく、確実に回収できることを誰が保証できるのでしょうか。特に、個人年金実施弁法は、個人年金志向には2つの口座があることを明らかにしました。個人年金口座と個人年金資金口座です。両方の口座は唯一性を持ち、互いに結びつけられています。社会保障カードに相当する個人年金口座は、加入者の身元を管理するもので、基礎年金保険と連動しています。個人年金の支払い、投資、受給、相殺、所得税の納付などに関するすべての情報は、この口座番号で調べることができます。個人年金資金口座は、専用の特別な銀行口座です。参加者は、中国銀行保険監督管理委員会が認定した商業銀行に資金口座を開設しなければならず、個人年金保険商品の購入にのみ使用できます。この口座は非公開の形で運営されていて、資金は入金するだけで前倒しで受け取ることはできません。定年退職時には保険加入者の希望に応じて、一定期間ごとに参加者の社会保障口座に入金されます。また、個人年金は繰延納税の優遇措置を実施していますが、個人年金を受け取る際には、税率 3% の個人所得税を単独で納付し、納付した税金は給与所得項目に計上します。つまり、第一に、加入者のお金を一度個人年金基金口座に入れると、定年退職前に引き出すことができないこと。第二に、加入者が退職時に受け取る際に 3% の個人所得税がかかることです。年間12000人民元、約24万円の上限は多くないように見えますが、中共当局にとっては長期的な資金を得たことになり、そして最後には 3% の個人所得税を徴収することになります。加入者数さえ多ければ、年金基金の総額は相当なものになります。しかし、庶民個人にとっては、個人年金に投資する価値はあるのか、安全なのか、見定めなければならないのかもしれません。何しろ、中共はいつもコロコロ変わり、一度お金を入れたら、その時に戻ってくるかどうかはわからないのです。中共は、個人年金を発展させる理由を外国に学ぶためと主張しています。しかし、現在の実施方法では、個人年金が発展しても、中国の年金代替率が低すぎるため、国民の定年退職後の生活を保障することはできません。年金代替率とは何でしょうか？年金を受け取り始める時点における年金額が、現役世代の手取り収入額と比較して、どのくらいの割合かを示すものです。年金代替率が高ければ高いほど、退職後の生活の質が保障されます。例えば、退職前の月給が10万円で、退職後の月給が4万円であれば、その代替率は 40% になります。世界銀行はかつて退職前の生活水準をほぼ維持するためには年金代替率が 70% を下回ってはならないと提言していました。1994年に発表された国際労働機関の社会保障の最低基準に関する条約では55%が年金代替率の警戒ラインになると言及しています。では、中国の年金の平均的な代替率はどのくらいなのでしょうか？1999年以前、中国の企業労働者の年金の代替率はおおむね 75% 以上を維持していましたが、その後、年々低下傾向を示し、現在では 40% を下回るまでに低下しています。中央財経大学社会保障学部の張福麗主任の試算によると、中国の企業年金の代替率は2011年で 42.9% に過ぎず、国際的な警戒ラインである 55% を大幅に下回っています。今年8月の摂政証券の調査報告書でも、国内の年金供給は全体として不十分で、基礎年金の代替率は低く、年金の第一の柱の代替率は約
36.2% と指摘されています。2019年8月、中国メディア第一財経は、世界的に見ると、現在 78% の国で年金代替率が 60% を超えており、40% を下回っているのはハイチだけで、代替率が 40% の国は6カ国しかないと報じました。すなわち、中国の年金代替率は警戒水準を大きく下回っており、世界最下位レベルです。しかし、中国の年金納付率は世界で最も高いレベルです。また、中国の年金制度は極めて不均衡で、公務員や国有公的機関従業員、企業従業員、都市住民、農村部住民に対する5種類の年金保障制度がそれぞれ異なっており、年金代替率にも大きな差があります。国有公的機関従業員と公務員の年金代替率は 80% から 90% という高い水準を維持しており、そのうち公務員の代替率はさらに高い水準にあります。中央財経大学社会保障学部の張福麗主任によると、1995年から2002年まで中国の特定事業従業員と政府機関公務員の年金代替率は全体で 92% から 107% と高い水準を維持していました。2013年当初、北京師範大学の李希教授は、政府機関の公務員は一般企業の2倍から3倍になりますが、最も少ないのは農民年金であり、地方の新農保では60歳以上の高齢者は月60人民元約1200円の年金しか受け取れず、企業は農村の約30倍になるとしています。昨年3月、中国人力資源社会保障部農村社会保障司の司長は、2020年末までに中国の都市部と農村部の基礎年金保険の加入者は5億4200万人を超え、その大半は農村部の住民であり、中国の基礎年金の最低基準は制度開始当初の1人当たり月額55人民元約1100円から93人民元約1860円に引き上げられ、2020年末までに農村部の1人当たりの平均年金は月額170人民元、約3400円まで引き上げられたことを明らかにしました。しかし、多くの農村住民や2億人を超える短期雇用形態の人々にとっては、これまで年金という保障を受け取ることができず、今後はさらにその可能性が低くなります。彼らにとって、中共の年金制度は絵に描いた餅と言えるでしょう。さて、今日はここまでです。私たちの番組を気に入っていただけましたら、登録、いいね、シェアなどのご協力をお願いいたします。ご覧いただき、ありがとうございました。またお会いしましょう。